い思わで移らう色を見るものを花に知られぬ眺めするかな。こんにちは、歌丸ですにゃ。とある夏の日、にゃんとにゃんと、あのネムちゃんが保健の研修生として風見学園に帰ってきたのにゃ。ところが2年という月日の溝に素直になれない純一は、些細なことからネムちゃんと大喧嘩をしてしまったのにゃ。まったく愚かな男だにゃ。やがて誤解も解け、思い出の桜の木の下でお互いの気持ちを確認し合う純一とネムちゃん。二人は無事仲のいい恋人同士に戻れたのだったにゃ。これは夏休みも間近に迫った、そんなある日のお話なのにゃ。ドラマ CD ダカーポセカンドシーズン、ジキルとハイドと工藤とカナエって、なんだこのタイトル。もう朝かって、こんな時間。やばい、遅刻だ遅刻。急げ、ネム、アイシア。またこのパターンですか。今日は兄さんが起こしてくれるって言うから、できもしない約束なんてしないでください。昔からそうなんです、3年前の春だって。そんな話今はいいだろう。とにかく純一のせいですからね。あれれ、ちょっと早く来すぎちゃったかな。でもまあいいか、たまにはこうしてのんびりと景色を眺めながら朝倉くんを待ってよ。ほとんど人が歩いてませんよ。研修生が遅刻だなんてシャレにならない。嘆く暇があったらとにかく走れ。え、朝倉君？あ、千葉。ああ、小鳥、急がないとお前も遅刻だぞ。す、あ、待てよ小鳥。あ、兄さん、前見て前。前な、どこ見て走ってんだ。気をつけろよ朝倉。工藤。いつも時間に正確な工藤まで。今日はみんなに遅刻の呪いでもかかってるんでしょうか。遅刻？何言ってんだ。授業が始まるまでにはまだ1時間近くあるぞ。え、でも、あ、美晴を置いてっちゃうなんてひどいですね、む先輩。どうしたの？そんなに慌てて。こんなに早くから何か特別なことでもあるの？なんか変だぞ。おい、アイシア。私、何もしてません。ごめんなさい、私だわ。え？実は。こんなこともあろうかと家中の時計を1時間進めといた。念のためと思ってすっかり忘れてました。するってと何か。俺たちは遅刻すると思って
その実いつもより1時間も早く家を出てきたってわけか。信用されてるな、朝倉。ネム先輩もそのこと忘れちゃうなんて案外うっかりさんなんですね。だって突然叩き起こされて気が動転してたんだもん。そうと知ってりゃもう少し寝てたものを。朝ごはん食べてくればよかったですね。何よその顔は。兄さんもアイシャも結果的には私のおかげで遅刻せずに済むんですから。そりゃそうだけどさ。あれ、でももう予定が鳴ってますよ。やっぱり遅刻だ。よく聞いてください。あれは違いますよ、アイシアさん。この奥にね、小さな教会があるのよ。これはその教会の鐘の音だね。え、教会？わあ、本当だ。でもこんなの前からあったっけ？確か1年前ぐらいにできたんですよ。だからネム先輩やアイシアさんが知らないのは当然としても、朝倉まで知らなかったのは意外だな。通学路の近くなんだからちょっとしたことで気がつきそうなもんなのに。いかに日頃の注意力が散漫かの証明ですね。小鳥は知ってたのか？え？ええ、もちろん。朝倉くん特に興味もないだろうからあえて話題にはしなかったけど。そう、注意力がどうのの問題じゃなくて、俺はただ興味がなかったから気がつかなかっただけだ。ふーん、そうなんだ。兄さん興味ないんですね。って何故お前が変な目で見る？いえ、別に。あ、見てください、お庭にたくさん人が集まってますよ。ガーデンパーティーの準備をしてるみたいだね。結婚式でもあるんじゃないのか？結婚式ということは花嫁さん。うわー、ウェディングドレスはどこですか？こんな早くに花嫁さんはいないだろう。ウェディングドレスが見たいなら式の時に来なきゃ。そっか、残念。へえ、アイシアもそういうことには興味あるんだ。そりゃそうですよ、女の子ですから。これだけは全世界共通、興味のない女の子なんているはずありません。だってそういうもんかな。あれ、はあ、町の小さな教会、純白の花嫁さん、はあ、ウェディングドレスか。なんだ、それで朝っぱらから教会見物してきたってわけ？それが結婚式と聞いた途端、美晴や愛子や小鳥までポッとしちゃってさ。どうして女の子ってのはみんな結婚って言葉に弱いんだろう。相変わらず甘いな、朝倉。残念だが彼女らがその時憧れ夢に描いたのはお前が言うところの結婚そのものではない。ズバリ純白のウェディングドレスに包まれ、通常比 58% 増で輝く美しき自分の姿なのである。お、意外に鋭い。ま、実際問題その時誰が横にいるかなんて今から分かるわけじゃないし、片思いしてる先輩やら大好きなタレントやらを相手にその日その時のことをあれこれ勝手に想像するのが楽しいのよね。そんなもんなんだ。そんなもんよ、男の子はそういうことしない。杉並は論外としても、工藤君とかは？どうかな、俺は考えたこともないけど。工藤は厳格な由緒正しき家柄に生まれ育ったお坊ちゃまだからな。昔から交友関係に厳しくて、特にその異性との恋愛とか結婚とかに関しては妙に非現実的に感じるところがあるんだろうな。へえ、工藤君だったらどんな美女を相手に妄想したって似合うのに。もったいない。どんな美女でもか。ありがとう。でマコ、
杉並は論外としても、どうして俺には聞かない？当然、具体的な当てがある人に聞いたってしょうがないでしょ。具体的な当て？あんたネムととっくに元妻に収まってるじゃない。え、そりゃまあそうだけど。だったらありもしない妄想してる場合じゃないじゃん。朝倉はどう思ってるか知らないけど、女の子が次に考えそうなことくらい私にだってわかるわよ。どういう意味だ？ネムだけは特定の誰かさんを相手に自分のウェディングドレス姿を思い描いてたんじゃないってこと。極めて現実的にか。それはつまり…ちょっと待って、急すぎる。俺たちはまだそんな…何よ、あんたネムじゃ嫌だっての？じゃなくて、つまりだな。十一、聞いてください。十一、アイシア、お前どこ行ってたんだ？それがですね、調べたら分かったんですよ、結婚式の時間。お前はまたそんな余計なことを。今日の授業は2限目で終わりなんですよね。それからでも間に合うんで、ネムを誘って一緒に見に行きましょうよ。きっと綺麗ですよ、ウェディングドレス。断る。結婚だウェディングドレスだの話はもうおしまい。あいにこれはその後自由解放される学園のプールに行くと決めているのだ。プールなんていつでもいいじゃないですか。結婚式が見られるのは今日だけなんですよ。夏休み前最後のプール開放日も今日だけだ。行きたければ一人で行け。そんな。珍しいね。めんどくさがりの朝倉が自ら疲れるプールだなんて。泳ぐから疲れるが、ただクラゲのように水に浮かんでいるだけなら大して疲れないし、これが実に気持ちいい。そんなことを言って大方朝倉妹と約束してしまったのだろう。あ、なるほど。研修生のネムと一緒にプールに入る機会なんて自由解放日ぐらいだもんね。お前らな。照れない。でもまあ、私も他人の結婚式よりはプールだな。工藤君も参加するんでしょ？ああ、いや俺は別に。プールは苦手だし先に帰るよ。そう？ねえ十一ってば。しつこい。ウェディングドレスは女の子の憧れなんです。見に行きましょうよ。ねえ、くどい。そしてその日の放課後にゃあ、気持ちいい。こうしてると身も心も水と一体化したようだ。って本当に浮いてるだけなのね。やはり人の本質は一朝一夕に変わらぬか。あ、いたいた。ヤッホー朝倉先輩。ささ、ネム先輩も早く早く。なんか久しぶりだとちょっと照れるね。朝倉くん、私も来ちゃいました。おお、これはまた揃いも揃って。鼻の下が伸びてますぜ、旦那。バカからかうなって。それでは2年1組天笠美春、先陣切って行かせてもらいます。そーれわっばやったな。こら待って美春。わーほーこれ。楽しいね、こうしてみんなで遊ぶのなんて久しぶりだし。せっかくなんだから工藤君も来ればよかったのに。え、工藤？まあ来る来ないはあくまで個人の自由なんだし、別にいいんじゃないか。そうだけどさ、よく考えてみると彼がプールにいるとこを見た記憶がないのよね。プールが苦手って言ってたけど、そんなに嫌なのかな。兄さんみたいに水に浮いているだけでも気持ちいいのにね。ああ、それですよそれ。要するに工藤先輩は水全般が苦手なんじゃないですか。前にみんなで水越先輩家のお風呂に行った時も工藤先輩だけは不参加でしたから。もしくは人前で肌をさらせない特別な事情があるとか。
そういえば身体測定の日も休んでたわね。むむむ、水が苦手で人前で服が脱げない。あ、もしや工藤先輩、実は超高性能のロボットなのでは？そんな甘いもんじゃないわ。きっと宇宙人、宇宙人。あの制服の下にうにょうにょとした8本の足を隠してんのよ。宇宙を旅する銀河鉄道の車掌さんとか？って何勝手に盛り上がってんだ。もう冗談はそれぐらいにしとけって。いや、バレてしまっては仕方ない。あいつのためにもここははっきりさせておいてやった方がいいだろう。おい杉並、あんたなんか知ってんの？知ってるも何も。何を隠そう、あいつの家には古来より伝わる厳しいしきたりがあってな。ふんふん。ここだけの話、駆動の背中には一子相伝とされる、それはそれは見事な登り竜が待っている。はぁ、厳格な由緒正しき家柄ってそっち系？嘘、それが一番信じられない。人は見かけによらないですね。いや、聞いてみるもんだ。びっくりしたわ。ということは、ああいう時はあんなってこうなっていざとなったらヒョロロになっちゃうんですかね。どんな妄想よ美春。不器用ですから。ちょっと杉並くん。なーに、どうせならこれぐらいハッタリを聞かせておいた方がよかろう。今後迂闊にその話題には触れづらくなる。しかしよりによってお前。これも全ては工藤を守るためだ。本当のことが知れてしまえばあいつはこの学園を去らなければいけないのだぞ。確かにな。工藤の秘密を知っているのは俺と杉並、そして小鳥の3人だけだ。工藤君の秘密は私たちで守らないとね。さよう、決して誰にも悟られてはならない。工藤かなえが実は女だということを。アイシアが言ってた結婚式の時間だったんだ。ウェディングドレスか。本来なら俺も花嫁さんに自分の姿を重ねてみるところなんだろうけど、真摯な態度で勉学に臨むべき学生時代に色恋沙汰などもってのほか、故に在学中は女であることを捨てるべし。おばあ様の言いつけで毎日男を演じてるうちに、もうどっちが本当の自分か自分でもわからなくなってきた。ネムだけは特定の誰かさんを相手に自分のウェディングドレス姿を思い描いてたんじゃない？極めて現実的にか。いいよなネムさんは。俺もできることなら。本当にわざわざ見に来たんだ。物好きだな。そういう工藤こそ。なんだ、やっぱり工藤も興味あるんじゃないですか。いや、俺は偶然通りかかっただけだから。じゃあな。え、行っちゃうんですか。なんだ。あ、そうだ。はい。朝倉とネムさんは、二人はもう完全に仲直りしたんだよな。家でも、その、普段俺たちが目にしているまんまなんだよな。はい、そりゃまあ確かに今朝みたいないざこざは絶えませんけど、それがあの二人にしかわからない二人なりのコミュニケーションなんだって、私も最近ようやく理解できるようになりました。そうか。よかった。いいよな、あの二人。しょっちゅう喧嘩もするけど、すぐにまた仲直りして。自分を飾らないっていうか、素直にありのままの姿で向き合っているから、あんな関係になれるんだ、きっと。
引き換え俺は。ん？何かあったんですか？暗い顔して。もしかして悩み事でしょうか？え、ああ、なんでもないよ。悪かったな、変なこと言って。じゃ、待ってください。もう私でよければ力になります。いえ、ぜひならせてください。こう見えて私、一人でも多くの方を幸せにして差し上げるのが仕事ですから。幸せに本当にアイシアは変わってるな。私本気なんですけど。わかったわかった。それじゃあアイシアにだけは言っちゃおうかな。はい、何でしょう。俺が悩んでたのは今の環境についてだな。周りのみんなに対しても自分の本当の気持ちにもいつもどこかで嘘をついていなきゃいけない。嘘？まあそれにはいろいろと事情があるんだけどね。ほんの1週間、いや3日でいい。人目を気にせず素直な自分をさらけ出すことができたらどんなに楽か。そして大好きなあいつにありのままの姿で自分の本当の思いを伝えられたなら。あいつ？あ、とにかく今の俺の願いはそれだけさ。それが叶えば工藤は幸せになれるんですね。わかりました、任せてください。とは言ったものの、物を出すプレゼント魔法専門の私にとってこれはなかなかの難問ですね。元来人の心とか気持ちとか形のないものに作用する魔法は魔法の中でもかなりの高等テクニックで、果たして私にうまくできるかどうか。ん？何ブツブツ言ってんだ？あ、いい。とにかくこちらを向いて目を閉じてください。うん、こうか。もうこうなったらチャレンジあるのみですね。よーし、頑張るぞ。魔法よ、願いを叶えたまえ。3日間だけ工藤にありのままの姿を。どうって？別に。失敗か。ダメだな私。せっかく工藤が私を信じて心を開いてくれたのに何の役にも立てないなんて。あら、どうしたのアイシア。お箸が進んでないみたいだけど。料理の味付け変だったかな。そんなことないわよね兄さん。はい、辛いような苦いような、いつも通りのうまか不思議な味付けで舌もしびれる美味しさです。で、結局工藤も言ってたあいつって誰なんだろう。小鳥とは仲が良さそうだから、やっぱり小鳥？それとも玉木？まさかネームだったりして。アイシア？何？私の顔に何かついてる？ああ、もうわからない。ごちそうさま、私もう寝ます。そ、なんか変な感じ。今のうちに水水あ、なんてやってるうちに明けて翌日、風見学園は1学期最後の登校日を迎えたのだったにゃ。あー、終わった終わった。終業式終了。
しかし、日本の皆さんのお話って長いですね。それはここの学園長が特別なの。まったく、途中20人は貧血で倒れてたわよ。ま、何はともあれ、最後の砦は突破した。あとは大掃除さえ済ませてしまえば。うん、その先に待っているのは青春パラダイス、アメーゴ、夢のサマーバケーション、アメーゴだ。よし、それじゃあちゃっちゃとやっちまおうぜ。おー、俺の担当は確か中庭だったな。じゃあ。ああ、また俺も一緒に行くよ、朝倉。工藤、あれ、お前今来たのか。ああ、なんか夕べから気分が優れなくてね。本当は休もうかと思ったんだけど、朝倉一人に庭掃除を押し付けたんじゃ悪いと思ってさ。おお、わざわざ俺のために。いやー、任せてくれるね。やっぱ男の友情は美しいな。大げさだよ。さあ行こうぜ朝倉。うん。夕べから気分が。あ、ちょっと待ってください、私も手伝います。さっさーさっさーさーっと、ざっとこんなものかな。工藤、ちりとりを押さえててくれ。オッケー。あ、なんだよアイシア、そんなとこ突っ立って。本当にそれだけですか。ん、気分が優れない以外に何か変わったことはありませんか。いや、別にないな。わかりました。そうですか。はあ、体調に変化が出たのは魔法の影響かと思ったんだけど、やっぱり失敗でしたか。よし、あとはこいつを焼却炉にぶち込めば終わりだな。お疲れ。うん。ま、ダメだな朝倉は。ほら、向こうに集めた空き缶も裏に持ってかなきゃ。あ、そうか。悪い。アイシア、頼んだぞ。え？わーい。ったく、これだもんな。やっぱり様子を見に来てよかった。ん？どういうことだ？知らないのか？大掃除であんまり手抜きすると、夏休み中に呼び出されることもあるんだってさ。朝倉のせいで俺まで呼び出しくらったらたまったもんじゃないからな。はあ、それじゃ何か？俺のために無理してきたみたいなこと言って、本当は自分のためだったんじゃないか。あ、かあ、騙された。俺なんて美しい友情に感動の涙までしたってのに。だから大げさだって言っただろ。朝倉のズボラな性格は宣告承知だからね。のんきに休んでて後でバカ見るのが嫌だっただけだよ。許さん。人を無駄に感動させた罰じゃ。朝倉スリーパーホールドを受けるがいい。それマジで入ってるって。ジョークジョーク。どうだ、落ちる間にギブするか。 おい、本当に苦しい。やめろ朝倉。あ、これを持っていけばいいんですね。よい、ちょっと。あ、袋が切れた。あ、中の空き缶が。やめろ。やめて。朝倉くん。あんたくん。何やってんだよ、アイシア。すみません。ああ。これ全部また集め直すのか。おい、工藤も手伝ってくれよ。工藤？あれ、俺そんなに強く締めたかな。悪い工藤、大丈夫か。もうひどいよ朝倉くん、いきなり後ろから抱きつくなんて。抱きつく？いや、俺はただいつものようにちょっとふざけてだな。ふざけて？あ、そうなんだ。そうよね、朝倉くんが本気で私にそんなことするはずないもの。何言ってんだ工藤。お前工藤だよな。うん、もちろん。私のこと忘れちゃったんですか。私は工藤、
工藤かなえです。いや忘れるだなんて確かに工藤だ。工藤かなえ、女の子の時の工藤。お前それまずいだろう。何が？だってこんなとこ誰かに見られたりで押したら。見られるとどうなるんですか？あっ、そら、アイシア。やばい、工藤、とにかく行こう。どこへ？もっと人目につかない場所に決まってるだろう。さあ早く。ダメ、そんなことしたらおばあ様に叱られちゃう。あ、でももし朝倉君が本当に私を思ってくれているというのなら。いや、だからあのな、面倒だ、もういいから来い。そんな乱暴な。あ、純一、工藤。なんか怪しい。困ったぞ。とは言ったもののどこ行けんだ。誰だ、こんなところにバケツ出しっぱなしにしてたのは。あれ、俺今何を。お、朝倉大丈夫か。大丈夫かじゃない、こうなったのもお前が突然女モードになんてなるから。俺が何言ってんだ。何って、あれ、工藤、お前工藤か。当たり前だろ。でなんで俺はここに。はあ、いいのかよ、中庭の掃除ほったらかして。万が一呼び出し食らったら朝倉のせいだからな。そんなこと心配してる場合か。それよりお前本当にさっきのこと覚えてないのか。ああ、ちょっと頭がぼんやりしてる気はするけど。あ、なんだ野球部か。こら気をつけろ。大変、窓ガラスが割れちゃった。朝倉くん怪我はない？お前また。あー、しまった、ここは人目が。行くぞ工藤、早く。あ、朝倉くん。なんだよ急げって。その、で、では。あ、手、手が、手。なんでお前が俺の手握ってんだ。とっとと離せ。なんで、そんな。甘瀬さんたら。このどうして工藤が女子トイレにいるのよ。ごめん、俺だって知るか。あ、危ない。こら、うるさいぞ。はあ、疲れた。俺もなんかますます意識が朦朧としてきた。だがこれで分かったろ、今のお前は。はあ、どうしてか分からないけど、うまく自分がコントロールできてないみたいだ。お前何か悪いもんでも食ったろ。誰が、朝倉じゃあるまいし。じゃあなんでこんな二重人格みたいな症状が出るんだ。まさか俺をからかうためにわざとやってるわけじゃないよな。そんなことして何の得がある。本当は女だってことがバレたら、俺はおばあ様の言いつけでこの学園を出ていかなきゃならないんだぞ。俺はあくまで風見学園の一員でいたいんだ。杉並や、それから、あ、朝倉、お前と一緒に。とにかくどうしてこんなことになったかよく考えるんだ。はじめにそうなったのは確か庭掃除に行ってアイシアが空き缶持って、それから、それから、あっ、うわっ。純一、工藤、見つけた。あ、アイシア、お前なんだその大きなシンバル。驚きました。そんなもの耳元で鳴らされたら誰だって驚くわ。工藤は、まだ耳がジンジンしてるわ。あ、また女モードになってる。うんうん、なるほど、やっぱ
ぱりそうでしたか。やっぱりって何がだ。音ですよ、音。私が工藤に魔法をかけた時も近くで大きな音がしてましたから、その二つが偶然シンクロしたままになっちゃってたんですね。つまり大きな音をきっかけに魔法が効いたり切れたり、工藤の意識の中でスイッチみたいな役目になっちゃったんだと思います。ちょっと待て、お前今恐ろしいぐらいさらっと言ったが、工藤に魔法をかけただと？はい、てっきり失敗したかと思ってたんですが、ちゃんと聞いててよかったです。ただし、精神魔法は必ず静かな場所でやるべしと。勉強になるなってのんきにメモってんじゃない。ちょっと来い、アイシア。あい、どうしたんですか、ジュイチ。どうもこうもあるか。あれほど魔法は禁止だと言っといただろうが。ああ、でも工藤が何やら悩んでた様子だったので、つい。だって魔法は一人でも多くの方を幸せに。そんなことはどうでもいい。で、一体工藤にどんな魔法をかけたんだ。まあ簡単に言うなら正直になる魔法ですかね。工藤は自分は嘘つきだ、ありのままの姿でいたいって願ってましたから。ありのままの、どうしてそう。お前はよりによって一番迷惑のことばかり。で、あれがありのままの工藤なんですか。ああいう人をなんて言うんでしたっけ。確か、おっか、お前は見んでいい。余計なことは気にするな。とにかく工藤にかけた魔法をすぐ解け、やれ解け、早く解け。ああ、それは無理です。無理。はい、工藤がせめて3日間はそのままでいたいと願ったんで、私の魔法もその間は絶対解けないようにしてありますから。気が利くね。ありがとうございます。褒めてない。それじゃ何か、工藤はそれまでずっとこのままだってんだな。そういうことです。これは緊急事態だ。と、浮かれ気分で夏休みを迎えるはずだった純一の前に降って湧いた大事件。はてさて、純一はどうするつもりかにゃ。そしてその夜、え、明日から工藤くんたちと2泊3日のキャンプ。ああ、急で悪いんだけど、前に約束してたのを忘れててさ、杉並がキャンセルは万死に値するなんて脅すもんだから、そのふーん、夏休みに入るなりいきなりキャンプ。そりゃお前が俺との夏休みを楽しみにしていてくれたことは分かってるけど、これはネムが帰ってくる前にしちゃった約束だから、まあ分かってくれ。そうですね。あの、純一、どうしてそうまでして工藤とキャンプに行かなきゃいけないんですか。バカ、幸いにして学園は夏休みに突入したが、町には見知った顔がうようよしてるし、騒音も至るところに溢れている。こうなったらお前の魔法が解けるまで工藤を物静かな山奥にでも隔離するほかないだろうが。でも条件付きとはいえ、せっかく魔法が成功したのに。必要のない時に限って、それも極めて中途半端にな。わかりました。まあ前からの約束なら仕方ないですよね。じゃあ行ってもいいのか。はい。となるとやっぱり朝は早いんですか。ああ、そりゃもうできるだけみんなが寝静まってるうちに行っちまいたいぐらいだ。だったら今晩のうちにいろいろ準備しとかなきゃね。私リュックなんて持ってたかな。なきゃ俺の貸してやるよ。って、あれ、夜はジャージでいいのかな。お菓子も用意しとかなきゃ。もしかしてお前も行くつもりか。もちろん。だって私も行くなら兄さんとの夏休みには変わりないもの。一石二鳥でしょ。それによくよくメンバーを考えてみたら、兄さんに杉並くんに工藤くん白川さんって、別に兄さんを疑ってるわけじゃないですけど、
男子の中に女の子が一人だなんて不自然だし、私もいた方が白川さんも安心できると思うの。いやでもだって大丈夫大丈夫、バンガローなら急に一人や二人増えたって平気だから。それとも何か私が言っちゃまずいわけでもあるんですか。めそうもない。十一、思いっきり疑われてますよ。余計なことはいいから、アシャも早く準備しちゃいなさい。え、私も行っていいんですか。そりゃ一人置いてくわけにはいかないもん。そうだ、美晴も誘ってみようかな。やっぱりマッコにも声かけないと。うわぁ、これ以上危険人物を増やさないでくれ。てなわけで、わーい、キャンプだキャンプだ、うれしいな。夏休みの初日からイベントだなんて燃えるわ。美晴はネム先輩と一緒なら何でもとにかく楽しいです。美晴、そんなにくっつくと歩きづらい。おい朝倉、なんか予定よりだいぶにぎやかになってないか。まあ結局こうなるわけだ。しかしいいのか。今回のキャンプの目的は、大きな音を聞くと隠していた人格が表に出てしまうという奇病にかかった工藤を注目から引き離すことにある。こんなにゾロゾロおまけがついてきてしまっては元も子もあるまい。万が一あの中の誰か一人にでも工藤君が女だとバレた時は。俺は風見学園を去る。だからそうならないように、事情を知ってる俺と杉並と小鳥の3人で工藤を徹底サポートするんだ。中でも特に要注意なのが美晴に真子に愛しや。ほとんど全員だな。とにかくあいつらが大きな音を立てないように注意してれば、工藤が女モードになることはない。工藤がいつも通りなら女とバレることもないんだから大丈夫さ。でも朝倉くん、本当に 2,3 日で工藤くんの病気は治るの。うん、アイシアが、あ、いや医者が言うには、工藤のかかった病気はどんなに長くても3日で立ちどころに治るらしい。発病が昨日だから、1泊2泊して3日目の朝を迎えれば工藤の病気だってもうすっかり治ってるはずだ。3日で立ちどころに。なんか病気というよりは悪い魔法にでもかかったみたいね。小鳥、お前知ってたのか。え、何が。あ、いや別に。はあ、いかんいかん、俺が浮き足立っててどうする。今はただ無事にこのキャンプを乗り切ることだけを考えるんだ。とかなんとか言っているうちに、いきなりクラッカーかよ。うわー、思ってたより素敵なバンガローじゃない。ほんとちっちゃくて可愛いですね。私こういうの大好きです。え、まずい、杉並。よし来た。へい、乗ってるかい、アメーゴ&アメーゴベベ。ちょっと何よ杉並、こんな大自然の中でエレキギターなんて非常識にも程があるわよ。あ、そうだぞ、せっかくの野鳥がみんな逃げちゃったじゃないか。めんごめんご、今度野鳥の会のみんなを連れてくるから許せ。さあ、何はともあれご飯にしましょうです。そうね、じゃあ工藤くんが水汲んできて。おう、わかった。よかった、どうやら気づかれなかったみたいね。杉並、グッジョブだ。私は薪の用意しよっと。それそれそれ。あ、こら、マコ、薪は拾うものだ。チェーンソーで木を直接切り刻むんじゃない。そうなの。なんだつまんない。あいつ、あんなもの一体どこから。うん、非常識にも程があるな。ところで工藤は、水、あ、ネムさん、お水はどこで汲めばいいんでしょうか。水は向こうだけど、工藤くん、いけない。あ、
密はこっちですよ、工藤くん。よし、ひとっ走り行ってくるか。サンキュー、ネムさん。いえ、どういたしまして。気のせいだったのかな。おお、白川小鳥の獲物は中華鍋にお玉か。とっさの判断にしては上出来だ。ありがとう小鳥、俺は君の健闘を忘れない。さて、次なる試練は。お待たせです、飯盒持ってきました。お皿はどこへ並べますか。お約束ずっこけ娘がダブルでだと。なんだって。まずい、来る、鳴らせはせんよ。行け、ビット朝倉。あ、石につまずいた。チェイスさせるか。それえ、おお、飯盒やお皿が地面に落ちる前に純一が全部キャッチした。すごいです、純一。すごいすごい、朝倉先輩。すごいです。これじゃ学園にいるのと変わらねえ。そんなこんなで日も落ちて、やっと一日が終わった。疲れた。悪いな朝倉、俺のために。何のこれしき、夜はもう大きな音なんてしないだろうし、仮に何かあったとしてもこっちにいるのは俺たちだけだ。うん、安心して体を休めることにしよう。しかしこうしてみると案外狭いもんだな、バンガローの中って。ここに俺たち三人枕を並べて寝るわけか。ま、たまにはそういうのもいいんじゃないか。だけどその俺の布団だけは少し離して引かせてもらうぞ。ん、どうして。そりゃそうだよな、我気がつかなくて。本当なら工藤は小鳥と同じバンガローの予定だったんだけど。まあしょうがないさ。あとそれから、ん、ちょっと後ろを向いててくれないか、着替えたいんだ。ああ、はい。俺は後ろにも目があるがな。ま、回れ右だ。ほんのりとシャンプーのシトラスの香りが漂ってくる。こうしていると改めて工藤が女なんだということを実感して、僕はもう朝倉早く突っ込め。あ、ごめん。あ、もういいぞ、ありがとう。じゃあもう寝るとするか。そうだな、ではご両人おやす。杉並のやつ、布団に入るなりもう寝息を立ててやがる。僕はもうこの室内にほんのりと漂うシトラスの香り、杉並が余計なこと言うから妙に意識しちゃうじゃないか。頼むからこんな時に女モードにならないでくれよ、工藤。朝倉寝たか。あ、いや、どうかしたか。なんか悪いな、散々迷惑かけて。迷惑だなんて、大切な仲間を守ろうとするのは当然だろう。でも変に気を使うなよ、今は明日を乗り切ることだけを考えようぜな。そうだな。あの朝倉、ん、ありがとう。そうさ、明日さえ乗り切れば。俺は なんて爽やかな朝だ。ちょっと寝不足気味だけどな。あ、朝倉くん、おはよう。おう、小鳥か、おはよう。あの、
昨夜は大丈夫だった？なんだ、気にしてたのか。そりゃだって、一応男の子の中に女の子が一人なんだし。大丈夫大丈夫、心配には及ばないよ。それより残すは今日一日、頑張って工藤をサポートしてやろうぜ。そうだね。おお、さっぱりした。やっぱり山の水は冷たいな。おはようございます。おはよう、アイシア。いよいよ今日で最後ですね。アイシア、どうしてそれを。冷た。ところで工藤、大好きなあいつとかいう人にはちゃんと思いを伝えられたんですか？それってこんなところに来てても大丈夫なんだ。それじゃやっぱり小鳥かな。でもネムもマコも一緒だし、まあいっか。とにかく頑張ってください。今日は工藤の思いを叶える最後のチャンスなんですから。アーシア、悪いけどちょっと手伝って。はーい、じゃあね工藤。最後のチャンス、俺の思い。お待たせしました、朝食です。お皿はどこへ並べますか？お、早速来たか。ドア、隠して純一の奮闘が続く中、最後の一日も無事あっという間に過ぎていくのだったにゃ。なんとか今日も乗り切った。おや、最後の夜は雨か。うん、雨。山の天気は変わりやすいって言うからな。それがどうした？いや、別にな。とにかくここまで来ればもう一安心だな。あとはぐっすり寝て、目を覚ました時には全てが元通りだ。ああ、そうだな。さすがに今日は俺もよく眠れそうだ。おやすみ、クド。おやすみ。グッナイ、ベイベー。目を覚ませば全てが元通り。最後のチャンス、私の思い。どうかしましたか、白川さん。なんでもない、なんでもないわ。そうですか、それならいいですけど。バナナがいっぱい。お姉ちゃん、ダメダメダメ。今の音、まさか工藤くん、朝倉くん、大丈夫かな。誰か俺の布団に入ってきてる。朝倉くん、工藤。
まずい。おい杉並、大変だ。工藤が、あれ杉並がいない。俺の独自の調査では、突如雨の降り出した夜半過ぎの山あいに未確認飛行物体の出現率が極めて高いことが立証されている。これぞまさに異星人とのコンタクトを取る絶好のチャンス。ベントラー、ベントラー、いでよ銀河の友、我の念波に応えたまえ。ベントラー、ベントラー、アンドシトラス、シトラス。こんな時にあいつ。とにかく落ち着け、クド。そんなにひっつくなって。頼むから、離れて。いや、このままでいたいの。そんなこと言ったって、一体どうしたんだよ、クド。クド？メス、ずっと。え？好きだったの、朝倉くんが。クド。伝えたかった。でも言えなかった。朝倉くんは私なんかじゃ嫌。そんなわけないだろう。でも。分かってます。朝倉くんが大切にしてくれているのは友達としての男の私。でもお願い。せめて今だけはこうしていて。おい、工藤。胸が。当たる。今なら言える。今しかない。私は朝倉くんが好き。工藤ってこんなに細かったんだ。なのにとても柔らかくて。ってこんな時に俺何考えてんだ。朝倉くん、いや、今度はほんのりとシトラスの香りが。まずい。このままじゃまずいって。クド、いくらなんでもこれじゃ俺ネム、耐えるんだ。朝倉純一、ここでもしものことがあったら、俺とネムは、明日からの工藤はどうなる。そうとも、明日になれば全ては元通りになるんだ。ここはネムのため、工藤のため。耐えろ純一。朝倉くんか、これは正直嬉しい。だがこれ以上ない。拷問だ。いい天気だな。夕べの雨が嘘みたいだ。勝った。俺は勝ったのか。ん？どうしたんだよ朝倉、妙にやつれた顔して。いや、ちょっとな。あのな、工藤。なんだ？うわー！なんだよ、突然人の耳元で大声出すな。お、工藤、お前、工藤だよな。当たり前だろ。何変なこと言ってんだよ。お前どうかしちゃったのか？やった、工藤が元に戻った。俺は勝ったぞ。究極の誘惑に打ち勝ち、工藤の秘密とネムとの明日を守ったんだ。おはよう兄さん。工藤くん、帰りの支度はできた？ネム、俺はやった、やったぞ。ちょっと兄さん。何やってるんですか。朝から抱きつかないでください。そんな。ああ、ってことは朝でなきゃいいってことなんだ。お二人さん、ラブラブです。もう、美晴もマコもバカ言ってないで。さあ、支度ができたならこんな兄さんほっといて帰りましょう。あ
ネム先輩も置いてかないでくださいよ。人の気を知らないで。ああ、でも楽しかった。また来たいですね、11。お前もな。うん、次こそは必ず UFO を呼び出してみせる、ベントラー。お前もだ。なんか大変だったみたいね、朝倉くん。分かってくれるのは小鳥だけだ。詳しいことは言えないが、それはもう大変だったんだからな。大変？何かあったんですか？昨夜の雷でまた工藤の人格が変わっちゃったんだよ。これもお前が3日間も魔法をかけたせいなんだからな。はあ？でもおかしいですね。私が工藤に魔法をかけたのは終業式の前日。純一がどういう計算をしてたか知りませんが、私の魔法は昨日のお昼。多少誤差が生じたとしても、日付が変わる頃には自然と溶けていたはずですけど。あ、ちょっと待てよ。ひーふーみ、確かに。え、じゃあ昨夜の工藤は。おい朝倉、アイシア、みんな早く来いよ。本当に置いてっちゃいますよ。はーい、今行きます。まあ何にしてもよかったです。工藤も元気そうだし、詳しいことは分かりませんが、きっと工藤の思いは叶ったんですね。工藤。もう兄さんってば、いつまでぼんやり突っ立ってんだろ。あ、そうだ、ネムさん。はい。俺ちょっとだけわがままさせてもらった、ごめんね。え？でもおかげでよくわかったよ、朝倉がどれだけネムさんのことを思っているかが。はあ、もう何言ってるんですか工藤くん。俺もういつもの工藤だから、今までもこれからもずっとずっと朝倉の親友だから。